一般社団法人エゾシカ協会は、北海道に生息するエゾシカに関する活動を行う社団法人。事務所は、江別市大間泉町1番19号に位置する。エゾシカシカ類の保護管理に関する先進国であるイギリスでは、シカに関連する様々な施策を総合的に管理する特別な組織を設立し、実践的な活動を進めている。そうした、 先進事例を参考に、同様に鹿の個体数の増加により大きな問題となっている北海道で関係機関の連携を深め、資源としての有効利用を促進し、環境保全と経済の活性化を両立することを目指して、1999年2月に任意団体エゾシカ協会が発足した。そして2000年7月にはエゾシカ協会は遮断法を人化し、 活動をさらに拡大させた。行政、大学、研究組織、北海道領友会、北海道獣医師会、食肉業者、農業協同組合関係者など北海道のエゾシカに関係する様々な組織、団体から構成される。AB カ ISBN4 から832981714。石黒聖司。超重害対策の現場から、北海道の江戸シカ対策委春0037から4091、植物貿易、植物貿易編集委員会編1999年8月1日、エビオー大使のりゆき、平田武子近藤聖治江戸シカは、森の幸い人、森、 鹿の共生北海道新聞社2011年2月5日 ISBN 978から4から894535862ありがとうございます。